女子じゃなくて私はもっと男性なんですよ。あ、わかった。オッケーです。で、私が住んでたのがここなんですよ。東流館っていう寮なんですけど、でここが食堂。これか、ここ食堂、これ専用グランド。ここ一周400m ぐらいなんですけど、なんか前以前私が動画でなんかやらかしたっていうのは、ここ夜中に一周1分以内、1分以内かな、59秒かなんかで全員がそのタイム以内に収まらないと本数減らないっていうのを夜中に走らされて、私が袋叩きになったっていうグラウンド、ここですね。やばい、寒くて手が震えるけど、今日はあんまりなんか練習っていう感じで自主練っぽいですね。寒い、めっちゃ寒い。この線からこっからあそこまでは97とか5メーターで、で上にはこの黄色いテープあんじゃん、あそこが甲子園ポール、あ、甲子園ホームランゾーンみたいな感じで、ね、ここ越えるようにみんな打撃練習するんだけど、この辺に、そうそう、この線が甲子園のホームラン入るところ。常に甲子園を意識して練習してる。うん。あと、ここ一周、さっき言った400メートル、砂袋持ちながら走ったりもする。すごいね。うん。結構練習量地獄だと思う。この高知高校っていうのは。ずっとあっちに移ってのが、中学第二グラウンドか。中学校がある。中学校、高知学園中学校っていう。今度入ってくるでしょ、森木くんが。150キロ投げる中学3年生。すごい、ね。化け物が入ってくる。あそこに見えるのが室内練習場。あ、雨天練習場。雨天練。やば、女の姿になって、まさか高知高校来ると思わなかったな。落ち武者になってここに来ると思う。どうですか、落ち武者さん。いや、やっぱ名門校だけあって広いですね、グラウンドが。あ、広いですか。落ち武者さんのいた高校だって、まあ、スポーツ系学校じゃないですか、はい、私立で、はい、どうでした、やっぱ施設とか比べると。あー、なんか、これ学校はどこなんですか？学校あれ。あ、そうなんですか。学校はそこ。僕の野球部はあれですよね。学校とグラウンドが離れてた。あ、やっぱ東京ってそうだよね。東京って基本的に河川敷とか、なんか別にスペースがないからさ。はいはい、やっぱ、地方の学校っていうのはこういう学校に併設されてて。で、あそこの寮で私は2階と1階どっちも住んだ。なんかね、半年に1回ぐらい部屋替えするんですけど。なんだっけ、今日ハムで活躍されている久門勝彦さんにおごってもらった、中華料理屋さん、結構高知高校野球部が練習後に食べに行く中華料理屋さんがあるんですけど、そこに行きます。行きましょう。長城っていうんですか、長い城って書いて長城なんですけど、はい、やっぱ島田監督辞めたから、島田監督の車なくなってる。あ、辞めた。そう、辞めたんですよ、島田監督。もうすぐ近くで、長城の隣に友っていう、うん、駄菓子屋さんあるんですけど、そこは潰れちゃったらしいです。なんか視聴者さんからの情報です。私が長城といいですよね、美味しいって言ったら、こっちからこっち、こういう敷地内だから、人が。視聴者さん、なんか食べに行ったみたいで。わざわざここまで。はい。すごい。結構だって駅から遠いと思う、ここ。めっちゃ遠いです。あ、でも朝日は近いですよ、朝日って。ただ本数少ないから今回車で来たんですけど、長城ここですね。おー。で、また、ともここです、とも。ほら、なくなってる看板も。赤ちゃんチキに変わってる。赤ちゃんチキに変わってる。ほら、ない。で、ともがここ、あ、長女ここです。ここは私がよく行ってたとこです。はい、あ、今って空いてますか？はい。はい。懐かしい。はい。兄ちゃん、ヘアルサリーの。わあ、侍です。はい、あ、すごい、お、いい匂い。今日10年ぶりぐらいに来たんですけど、私、学園野球部でよく来てたんですよ。何、誰、むちゃ覚えてるわ。おばちゃん、もうね、こんなのとね、病気で。はあ、もうね、あの変な病気。大丈夫ですか？13時間かかる、強く言ってね。13時間それを2回やってもらえる。はいはいはい。大動脈解離と。ああ、いや。普段、普通の人なら、もう、すごい、ノーマーって言ってたけど。はいはいはい。お前とね、帰ってきてね。ああ、よかったです。剣のような。お前ちょっと来てくれたか、ほんなら。そうです。よく、久門勝彦さん知ってますか？久門？久門。
野球で、うん、日本ハム行った今、うん、よく、うんはいうん、私もよく連れて行ってきてもらって、うん、はい、はいうん、私がよく食べたのはラーメンとかいろいろ食べたんですけど、あと餃子もすごい美味しいです。餃子はうまいって。そうですか。餃子私好きですよ。なんて言ったらさ、多分あれだよね、女子が野球はマネージャーマネージャーとかマネージャー、そうだよね、確実に。じゃあそしたら私は餃子。餃子ニンニクラーメン食べる。ニンニクラーメン結構辛いですか。辛い。じゃあそれピンキリよ。カードを教えてくれたら、そこそこに行かないピンキリだ。はい、どんどん作っていたらほらね。わかりました。これ一本取っちゃう、はい、私も高校球児だったんです。あ、女子じゃなくて私はもっと男性なんですよ。あ、わかった。カロン君。そうです。あ、そうです。あ、すごい、はい、あ、そうか。そうです、カロンです。はい、あ、わか、ご存知だったんですか。いや、追いたいだろうな。そうです。あ、そうか。あ、やー、やった、10年前、うん、学園私は辞めてしまったんですよ。やっぱり性別変えたいなと思って、ちょっと苦しくて辞めちゃって、でも今またちょっと元気に思ってほ、うんで、うんうん、ね、カロン君があのテレビで、あのこれでやってたでしょ。はい、もうそれでああのカロン君、そうそうそう、車のオンラインを始球式のやつとか、うん、そうです、はい、私です。ああ、そうか。そうです。じゃ今日なんとしてでも久しぶりに高知に戻ってきたんで、おうおうおう、ちょっとご挨拶したいなと思って、ただこれだとびっくりされちゃうかって気づいてもらえないんだろうなと思って、うん、ちょっとタイミングを見てました。元気でよかった。はい、見ててくれた。入学式前もここ来てたの。中学3年生の時もスポーツ推薦の試験を受けるときに来たの、ここで。パパと食べて、ここで、この席で。その時からパパも知ってて、まあ、なんて言うんだろうな、母校でもあるけども、なんか裏切っちゃったっていう部分がすごいあって、罪悪感っていうか、お父さんに期待してもらって入ったっていうこと、あとさ、結構地元のみんなさ、山中の野球部みんな見送ってくれたじゃん。高知高校ここに来る前日に朝さ、みんなでうちの家の目の前集まってさ、青木頑張れよみたいな感じだった。それもなんだろうな、裏切ってしまったっていう、うん、結構苦しかったんだよね、東京戻ってきた時。でも自分のその生き方を選びたいからやめたわけなんだけど、でもまたこうやってね、つながることができてすごい嬉しい。これがなんか本当のなんか究極の YouTube なんじゃないですか。究極の YouTube。 はい、山木だわ。ありがとうございます。はい、わー、はい、ありがとうございます。思い出の餃子ですね。思い出の餃子、これだ、これ、やばい、このうん、全然時間ない。このちょっと小ぶりなんだよね。うん。また遊びに行きます。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。おじいちゃんもおばあちゃんもコーチじゃん。でもどっちももういないからさ、うん、なんかコーチに帰る当てって
私にあんのかなみたいなさ、なんだなんか変な喪失感みたいな襲われた時期あったの。でも茶釜ランさんもいるしさ、羽賀地蔵大社も中、まさか高知のさ高校のとこでもこうやって言ってもらえるから、うん、嬉しいね。はい、どうも。はい、ごちそうさまでした、うん、また来ます。はいはい、うん、頑張ってよ。はい、握手してもらえますか。はい、ありがとうございました。汚いけど。全然大丈夫です。はい、また来ます。うん、また寄ってね。はい。はい、ごちそうさまでした。はい。頑張ってね。はい、頑張ります。っていう感じで、今回は久しぶりの頂上のマスターと再会ということで、この辺で動画を締めます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱は画面の下にありますので、そちらも登録をしてね。また次の動画でお会いしましょう。はい、あ、全然大丈夫ですよ。声入っちゃっても大丈夫ですか。今私動画ちょっと撮ってて大丈夫ですか。はい、すごい YouTuber。 あ、そうです、そうです。でも私も同じ学園の野球部だったんで、はい、ありがとうございます。すげえ。あ、いいですよ、大丈夫ですよ。 OK です。嬉しい。行きます。オッケーです。ありがとうございます。天候。そうですよね。西島先生みたい。西島先生。あ、もうじゃあ変わったんですか。西島先生。あ、また応援してます。あざす。あざす。やばい、変な感じ。ジュリーさん。はい。ジュリーさん。あざす。ジュリーさん。すごい。すごい。ジュリー。すごいね。ね。やば。嬉しいね。また嬉しさ倍増じゃないですか。ね。